はい、みのりさんのいつもやってる簡単スタイリングをちょっとやってもらいたいと思います。はい、いいですか？はい。それいつでやるの？遊びに行く時とか？寝起きで、はい、もうこうぐちゃぐちゃになっちゃったりとかしてる時に、はい、ちょっと面倒くさいなと。でも私前が短いんで、はい、全部あげたりとかであんまりできないから落ちてきちゃうから。だから、はい、そういう時はこのまあどこからでもいいんですけど枠目から編み込んで、はい、いますね。ますなるほど、はい、結構じゃあそれはちゃんと取らなくても、はい、最初の分け目はどこでもいいんですか？最初の分け目は私は結構真ん中からやったりするとちょっと段差っぽい感じになるんで、そういうふうにやったりもしますし、はい、まあこうやって分けておいてもう全然こう編んでいくんで、はい、じゃあ本当簡単なラフでいいってことですね。はい、了解です。じゃあラフのやつちょっとやってもらえますか？はい、はい、いきます。はい、まずは、はい、どれくらいかな。はい、ちょっと本当に適当でいいんだけど、はい、約2センチぐらい。ああ、そうですね。取って前髪。取って。普通通り三つ編みする時みたいに三つに分けて。で。なんていうんだろう、これをちょっとほっといて、これ一回。下ろす。はいはいはい。で。ここから。取って。ここの。ほっといたやつとクロス、ちょっと分かりにくいかな、でまたこのほっといたやつを取ってほっといたやつに何か追加させるんですね。そうです、ずっとクロスで、これ短いけどこれほっとくやつね、これまたほっといたやつですね、はい、短いけどほっといたやつと土台のやつを一緒にあれだ、組み合わせるということですね。でまたここから、はい、結構ぎっちりやった方がいいですよね。やった方が綺麗に編み目ができるから、はい、私はぎちっと、あと短いから前髪が、ああそうだね、前髪短いからやっぱりどうしても、はい、ほっとく時にほっとけないぐらいの長さになっちゃうんですね。そうですね、はい、でなんかあんまりここがくしゃってならないように、あー、なるほど、ちょっとずつこっちに気使いながら、はいはいはい、で今度耳の裏まで持ってって、はい、あ、じゃあその時は、はい、耳の裏に持っていく時って、はい、あんまり浮かしちゃったらあれですよね。そうですね、ビタってしたい時はする。ああ、なるほど。緩めてちょっとこうやって。前に見せたいなって時は緩めたりとかして、じゃあ見せる時は緩めちゃってもいいんだ。いいんです、ね、でもピタッとしたい時は、私はピタッとしたいのでギュッとここで引き締めて、はいはい、でまた可愛い感じになりますもんね。そうです、なんか緩めたら、はい、で持ってきて、はいはい、でこの辺でやめて、はい、ここでキュッて結んでも、ああ全然いいっすね。いいんですよ、確かにいいんですけど、はいはい、ちょっと今まとめちゃったけど、このまたバラバラの状態から、はい、全部半分が分からんな、ここが半分だとして、はいはいはい、ああなるほど、まとめるんだ。でするとセンターからね、ここからつなぎたい人はもうずっとここのやっちゃっていいんだけど、はいはい、私はこの三つ編みが前に向いてないと嫌なんで。ああなるほどね、そっかそっか、一回やめてまとめちゃって、はい、でこう普通通りに、ああまたじゃあそこで後ろのやつも入れた状態で編んで、はいはい、最後なんかカラーがいいコントラストを奏でてますね。出てますね、はい、こう、ああこれだったら簡単にできますね。できます。簡単です。はい。ちょっとここら辺だそうだね。うん、全然大丈夫ですね。で逆も。逆は。はい。逆やりましょう。逆やっちゃいますね。はい。ダングルをこっち側に寄せて。なんかやりにくい人は、ちょっと水濡らした、ここだけ濡らした状態で始めるとちょっとやりやすいかな。あ、根元だけ。根元だけ。確かに、そうすると分け目つけれやすいですもんね。そうですね。なるほど。で、こっちも、この下からこう編んでいくんですね。あれ、どうかな。ちょっと待ってくださいよ。裏編み？裏編みですね。こう上から編んじゃうと、このパッて編み目が表に出てこないから、編み目を出したいので私は、こう下から、下にね入れて、あ、ほんと裏編みなんだ。で、こっちはここからちょっとずつ取っていく。で、ちょっとずつほったらかしたところから取って、ほったらかしたり取ったり。ああ、じゃあ結構ランダムにやるんですね。そうです。適当に。結構それちゃんとやらないとダメって思っちゃうと。あれなんか分かんなくなっちゃったってなるけど、別にそうなってもいいんですよね。いいんです、いいんです。また3つに分けてやっていけばいい。どうにかなると。どうにかなります。だとりあえずちゃんとやんなくてもいいよ的な。でまた私はここでキュッと深まっちゃって、でまた3つに分けて、でバックのやつも仲間に入れて。そうです。ここも全部入れて。これは遊びスタイルですか？ DJ スタイルですか？ DJ の時もやる時あります。で、ある程度編んだら、ここで縛って、こんな感じで最後ここをキュッてやると、ちょっとここもこってなるので、ちょっとここはキュッてもこって。確かに確かに。こんな感じ。お、じゃあこれでちょっと。